田です、今回僕のアカデミーではこちらの題材でやっていきたいと思います。ドン、こちらですね。はい、フィジカルで飛距離の差をつけろということで、フィジカルという観点から見てどん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 飛距離を伸ばしていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。飛距離アップ、飛距離を伸ばすっていう話を聞くとですね、結構皆さん言われるのが、体を重くすれば重くなるから飛ぶようになるんじゃないか。まあそれも間違いないです。重くなれば飛ぶようになってくると思います。ともう一個簡単なのが、一番道具ですね。道具をいいものに変える、クラブであったりボールであったりっていうものをやっぱりいいものに変えると、間違いなく飛距離アップっていう部分に対してアプローチができるかなと思います。あと他の要素としましては、あとスキルですね。技術の部分から何とかして飛距離を伸ばそうっていうのも全然ありだと思います。はい、なので飛距離アップといってもフィジカルだけでもないですし、スキル、技術だけでもないですし、道具だけでもないっていうことを分かっていただければなと思います。飛距離じゃないですね、技術も必ず必要、フィジカルも必ず必要、道具も必ず必要。何か一つ欠けてるだけでですね、結構こう飛距離が伸び悩んだりとかっていうこともありますので、この3つからこうアプローチしていけるとどん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 良くなってくるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、ただですね、飛距離アップと見た時にこうピラミッドを思い浮かべていただいて、やっぱこのフィジカルの上にやっぱスキルであったりとか道具であったりっていうものが乗ってくるのかなと思います。必ず自分がこう思ったように体を動かせたりとか、思ったように力が出せたりっていう動きがしっかりすることによって、技術がさらにパワーアップする、道具をいい道具がさらに使いやすくなって、さらにいい道具になるっていったようにですね、必ず一番下にはフィジカルがあるんじゃないかなと僕は思っています。なので今日はその道具とか道具とか技術っていう面にはこうあまり触れずにですね、どっちかっていうとこういうトレーニング、こういうフィジカルトレーニングをやってもらうと飛距離が伸びるんではないかなというトレーニングをいくつか説明とですね、トレーニング紹介というのをちょっとやっていきながら、進めていきたいと思います。で、一応紹介するエクササイズがこう研究であったりとかで、ちゃんと飛距離につながってますよとか、ヘッドスピードが上がるって言われていますよっていうエクササイズを、紹介していきます。それでは早速始めていきたいと思います。まずはこちらですね。はい、飛距離を伸ばすためのフィジカルの要素ですね。はい、こんな感じに、まあ、何個か出てると思うんですけど、これ以外にもいくつか項目はあります。で、今回ですね、これを全部やってしまうと入りきらない部分であったりっていう部分がありますので、あとは伝えきれずに終わってしまう、中途半端に全部伝えてしまうっていう部分があるので、この4つですね、飛距離アップに結構関わりのあるですね、筋力、フィジカルっていう部分を見たこの4つ、この今ポンと星がついたこの4つですね、これについてやっていければなと思います。はい、まず1つ目ですね、こちら分離運動ですね。分離と書かれているんですが、分離をやる条件としては、まず基本的には体がしっかり稼働できるかとか、止めたい場所が止められるかっていうところが、まあ、最低条件となっていきます。まあ、その辺の稼働を出しましょうとか、ここを止めましょうっていうトレーニングは今日は1回置いておきますね。まあ、とにかくそれができて分離のトレーニングができますよっていうところからちょっとご説明させていただきます。で、今日はそれを上半身とこの下半身の分離運動を使ってですね、ご紹介していきたいと思います。それでは分離運動ですね、ご説明させていただきます。分離運動、簡単に言うとですね、止める場所と動く場所がしっかりしていますかっていうところになります。
まずちょっとこのペットボトルの蓋を開けるっていう動作で説明させていただきます。まずこのペットボトルのこの蓋の部分を上半身だと思っていただいて、この水が入ってるこの部分ですね、この部分を下半身だと思っていただいて、まずこのペットボトルの蓋を開けたい場合は必ず下のペットボトルを固定して上のキャップを開けることでキャップが開きます、はい、で反対も一緒ですね。上を固定した状態でこの下を回すことでキャップが開きます、はい、じゃあこの上の固定下の固定っていうのがしっかりしてないとどうなるかっていうと、一生蓋は開かないです。こっちも一緒ですね。一生蓋は開かなくなってきます、はい、でこれっていうのが体で言うとどんなことを言っているかっていうと、まずはその分離っていう部分で下半身の分離から見てみますね。上半身、さっき言ったペットボトルの蓋の部分がしっかり止まることで、この下半身のひねり、例えば下半身のこのひねるパワーっていうのがまず生まれてきます、はい、反対も一緒ですね。下半身を止めた状態で上半身を回すことができることで、この上半身のひねりのパワーっていうのが出てきます。じゃあこれひねりがない人はどうやって動いているのかっていうと、例えばよく言われる X ファクター、捻転差っていうものが全く作れず、これドアスイングになってしまっている方がいます。これっていうのはもうねじれの力、ひねりの力っていうのが全然使えないので、ただこうくるっと回って打ってるだけになってしまうので、まあ、飛距離は全然伸びてこないですね、はい、なので今日はこのひねるっていう動きのトレーニングをですねご紹介させていただきたいと思います。今やった動きでもあるまず一つ目はペルビックローテーションという動きをご説明させていただきます。それではですね、エクササイズ動画の方をご覧ください。それではペルビックティルトですね、やっていきたいと思います。まず最初に見本を見せますね。では胸の前で用意してもらって、アドレス姿勢です。アドレス姿勢になっていただいて、その状態で後ろからも見せますね。この動きをやっていきたいと思います。で、一緒にやるというよりかはポイントと NG だけちょっとご説明させていただきます。まずポイント一つ目ですね、上半身固定することです。固定した状態で必ずやりましょう。 NG ですね。一緒に動いてしまうことです。これ気をつけましょう。二つ目です。二つ目はお尻をフリフリしないことですね。これ後ろからの方が見やすいので後ろですね。お尻をフリフリしないことです。必ずこう軸の中で骨盤を回せるようにしましょう、はい、で3つ目は最後この膝です。膝を大きく動かさない、ちょっとは動きます。いい動きはこの膝はそんなにこう大きく動かないです。必ずお腹をひねります。あんまり良くない動きですね。こう膝こういう動きが出ないように気をつけましょう。これを1、2、20回を、まあ、2から3セットやってもらうといいかなと思います。で、この内腹斜筋外腹斜筋がこうしっかり鍛えられることによって、ここのお腹のひねる力がついてくるので、これぜひぜひやっていただきたい種目になりますので、チャレンジしてみてください。それでは次のパートに行きましょう。はい、そしたら2つ目ですね、こちらドン、はい、筋力になります。
で筋力って何だろうって考えた時ですね、ゴルフのための筋力とかそういうお話ではなくて、今回この筋力パートでは基礎筋力、ベースとなる力っていうところをやっていきたいと思います。単純に100キロ持ち上げられますか持ち上げられませんかとかっていう筋力のお話ですね。なので100キロ持ち上げられたからって別にゴルフと関係ないんじゃないかとかっていうお話が結構あるんですけど、単純に後で出てくるパワーの部分でもちょっとお話するんですけど、筋力×スピードっていうのがパワーになってくるんですね。なのでその筋力っていう部分でもその基礎筋力っていうのがかなり鍵を握っていきます。これ基礎筋力がしっかりと土台があればあるほどこの上のピラミッドってどんどん大きくなってきます。なので基礎筋力の土台を作って、その上にゴルフのための筋力、ゴルフのための動きっていうものを乗ってて、それが最終的にこうスキル技術に運用されていくと間違いなくフィジカルで飛距離は伸びてくると思います。で今回ですね、はい、今回はその中でもオーソドックスな2つ、スクワットとデッドリフトという種目についてご紹介させていただきます。では早速スクワットとデッドリフトの動画の方をご覧ください。はい、はい、それではこの筋力のところではですね、スクワットとデッドリフトの中でもゴブリッドスクワットとルーマニアンデッドリフトというものをやっていきたいと思います。でやる前にこのデッドリフトとスクワットっていうのは何が違うのかっていうのをちょっとご説明させていただきたいと思います。まずスクワットっていうのはこの足首と膝関節と股関節っていうものを使って深くしゃがんで立ち上がるっていうのがスクワットです。なのでしっかりとこう膝、股関節、膝、足首を使うっていうところが大事なところです。でデッドリフトっていうのはここを使わないわけではないんですけど、股関節がメインになってます。なのでここの可動がかなり大事になってきます。なのでちょっとこの違いを覚えておいていただければなと思います。それではゴブレットスクワットですね、はい、ご説明させていただきます。まずは見本です。重りを前に掲げます。でそのまましゃがんで立つ、しゃがんで立つ、横から見せますね。しゃがんで立つ、しゃがんで、これがゴブレットスクワットになります。まず一つ目ですね、ちょっと重りを持ちながらだと少し最初のポイントは分かりづらいので、まず一つ目は足の裏の感覚です。しゃがんだ時に足裏全体に自分の重み、体重、あとこの足と床の接地感っていうのを感じましょう。これがまず一つ目ですね。で二つ目は体とすねの方向です。体とすねの方向、何を言ってるのかなと思うんですけど、このしゃがんだ時ですね、しゃがんだ時にこのすねの角度とこの僕の体の角度がなるだけこう平行であればいいかなと思います。平行であればあるほどいいかな。もちろんこう膝が中に入らない、いろんなものがあるんですけど、今日はそこができてるっていうところを手に置いて、この2つをこのゴブレットスクワットのポイントとします。まあ持てる重さで10回から15回を2から3セットやっていただければいいと思います。スクワットの次はルーマニアンデッドリフトです。最初に説明した股関節をちょっと意識しながら聞いてください。でルーマニアンデッドリフト、まずこれも見本を見せます。この状態からお辞儀して上がれ、お辞儀して上がれ、この運動です。でこの股関節の屈曲からの伸展っていう、このお尻を前に突き出す動き、伸展っていうんですけど、これが関節の中で一番力がある、一番出力を出せる運動になってくるんですね。でこれを鍛えるとこの基礎筋力の股関節の伸展という部分の基礎筋力というのがめちゃめちゃ強くなってきます。でこれを有動作に運用していくと飛距離は間違いなく伸びると思います。なのでまず1個目やってほしくないポイントじゃない、1個目のポイントですね。必ず股関節で
立ち上がっていきましょう。女性に多いのが股関節ではなくてこの腰ですね。こう腰で前に行ってしまう方がいるので、腰ではなく股関節にポイントを置いてみてください、はい、2つ目ですね。これもすねの向きと体の向きです。これもちょっと重りを置くと分かりづらいので置きますね。まずはこう股関節を下げていった時のこのすねの角度が床に対してまっすぐかやや前ぐらいがいいですね。これが大事なポイントです。エラーレは胸が前に出てしまう運動であったりとか、引きすぎてこう胸が後ろに倒れてしまう運動ですね。こうではなくて必ず胸がまっすぐになるようにしましょう、はい、3つ目体がまっすぐ、頭の先からお尻までがまっすぐがいいですね。一枚の板であるようにしましょう。こうならない、こうならない、必ずまっすぐ。このポイント3つを、覚えながらですね、これはもう10回から15回を2から3セットやってもらえればいいかなと思います。はい、それでは3つ目ですね。3つ目はこちら、パワーになってきます。で、このパワーっていうのがまあ簡単な考えではあるんですけど、この筋力×スピードというものがパワーとなっております。なので単純に強い筋力が強い速さ、速い速さでビュッと動けば間違いなく強いパワーが生まれます。なので重いだけでスピードがゆっくりですとパワーというのは生まれないんですね。なので最初に説明したただ太ればいいってわけでもありません。次逆ですね。スピードをめちゃめちゃ速くしてもそもそもの筋力の力が弱いってなると、これもパワーにはつながりづらいです。多少上がることはあっても間違いなく頭打ちは速いかなと思います。なのでこれ筋力とスピードを両方とも上げていくっていうことが必要となってきます。で、他にもですね、かなり重要な要素があります。まあ、パワーを出すためのテクニック、タイミング、力を貯める方向、出す方向、これらのいろんな要素が交わって初めてパワーっていうのになるので、ただ単純にこれだけではないっていうところをちょっと考えておいてください。でですね、このゴルフ、はい、でゴルフのじゃあパワーっていうのは何があるのかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。ゴルフにはまあ基本的に考えていただいて3つの方向のパワーがあります。まずはジャンプするような動きですね。この上下のパワーですね。よく飛ばす選手ほど床反力が使えてかなり飛んでたりもします。まずこの上下のパワーがゴルフのパワーの中では1つ目で、2つ目は体重移動であったりって言われる横方向、右足から左足にこう移す横方向への体重移動のパワーと、最後3つ目は単純に回旋するパワーですね。回す力が強いのかっていうところのこの3つのパワー要素があります。どれか秀でてても飛びますし、全部がアベレージ高くても飛びます。なのでこの3つのうち、例えばすごいもう頭をジャンプばっかしで飛びますっていう人は、もしかしたらこう横方向とか回旋方向のパワーを強めてもらうと、もっともっと飛ぶようになるかもしれないんです。で、今回はその辺の要素が強いですねパワー種目をちょっとご説明させていただきたいなと思います。
それではですね、この動画をご覧ください。はい、それでは、3つ目のパートのパワーの部分の種目をご紹介させていただきます。1つ目の種目は背面投げですね。ボールを斜め上に向かって投げるっていう運動になります。このまましゃがんで上に投げる。これも高く遠く投げれた方がいいですね。で、結構こう高く遠く投げれる選手ほど飛距離が飛ぶっていう相関性も出てたりもするので、これやってもらえると間違いなく飛距離であったりっていうのは上がるかなと思います。ただ僕も今思いっきり投げれなかったんですけど、環境的な問題っていうのは結構あるんですね。まあ上に高く投げれないとか、あとこういうバウンドしないボールっていうのが意外となかったりするので、結構これ環境的に厳しい種目でもあります。ただ環境的にできればめちゃめちゃいい種目なので、10回を 2,3 セットやってもらえればいいかな。単純にさっきのスクワット要素と一緒で思いっきり投げるだけです。ぜひぜひちょっと取り入れてやってみてください。ちょっと簡単な説明になってしまうんですが、やってみていただければなと思います。で、これはさっき言った環境的な難しさがあるので、ちょっと今日は違う種目を説明します。ケトルベルスイングっていう動きですね。さっきのデッドリフトの動きのパワーバージョンって感じです。で、上下の動きであったりとか左右のパワーとか回旋のパワーとかいろいろあるんですけど、今日はこのケトルベルスイングっていう、もうとにかく股関節伸展のパワーっていうのにちょっと着目してやっていきたいと思います。見本をまず見せます。こんな感じの運動になってます。基本的にはさっきのデッドリフトの注意点と同じですね。ポイントですね。デッドリフトのポイントと同じです。ただそれにこう振り子のパワーがついてきます。で、これをしっかりとお尻で前に飛ばしましょうというところがこのケトルベルスイングになってきます。で、結構これは多いのが振るときに、さっき言ったこの股関節ではなくて重みに分けてこう、スクワットスイングになってしまう方がいるので、さっきの注意点を思い出してください。床と平行ぐらい、膝の角度、すねの角度はまっすぐかやや倒れるぐらい。なのでお辞儀をちょっとメインに考えてやってもらえればなと思います。はい。で、この種目っていうのが床反力であったりっていうのもものすごい使うトレーニングなので、もう間違いなく飛距離と相関性がある種目になってます。10回 2,3 セットやっていただければいいかなと思います。ぜひぜひやってみてください。はい、それでは最後のパートになります。最後こちら、ドン。スイングスピードですね。早く振るって書いてあるんですが、まあ、単純にクラブを早く振ろうっていうところです。で、早く振れば振るほど飛距離っていうのは伸びます。これはもうデータで出てて、スイングスピードが2上がると大体10から15ヤード伸びるっていうもう出てるので、このヘッドスピードを上げることによって間違いなく飛距離は上がってきます。それって何がフィジカルと関係あるのかっていうところが、まあ最後にハテナって浮かぶ方がいるかなと思うんですけど、単純にじゃあ何が良くないのかっていうとですね、これスキルの問題とかではなくて、スイングスピードが上がらないっていうのは脳がそこでリミッターをかけてしまってる、脳筋肉ですね、その辺がリミッターをかけてしまってるっていうのが問題になってきます。例えば昔からよく飛ぶ、今もよく飛ぶ、この人すごい飛ぶんだよって言われ続けてる人とかってですね、もうとにかく私は飛ぶ、僕は飛ぶんだぞっていう意識が強いので、結構こう振る練習であったりとか常に振ってる傾向が多いです。なのでそういう方って常に振ってるのでリミッターが結構高い位置にあるんですね。ただこう昔かなり飛んでたのに、なんかこういろいろやっていくうちに曲げたくないであったりとか、あんま振らない方が飛ぶんじゃないかなみたいなこう考えを持ち始めたりすると、次振らなくなってくるんですね。
で振らなくなってくるとここにあったリミッターっていうのがどん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 下がってきて、この辺でこうリミッターを低い位置でリミッターをかけようとするんです。そうすると体っていうのはこのリミッターを外さない限りはこっちに行くことが基本的にはできないので、なので早く振る練習をして、このリミッターをどん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 上に上げていってあげるっていうところですね。リミッターを外して振る、でもう一回リミッターが上の部分でかかる、もう一回リミッターを外すっていう練習が必要となってきます。で今回このご紹介 させていただくのがこのスーパースピードですね、はい、こちらをご紹介させていただきたいと思います。これはもう一緒に動画で見ていきましょう。簡単に色が黄色、緑、青、赤ってあるんですけど、女性は黄色、緑、青ですね。男性はですね、緑、青、赤、まあ、簡単に言うと軽いものから重くなってますよってことです、はい、まずはもうとにかくフルマックスで一番軽いもの、なので男性でちょっと例を出していきますね。緑をとにかくフルマックスで3回振ります。こんな感じで、はい、でですね、次に青、赤と連続で振っていきます。はい、でですね、大事なのは連続でビャンビャン振ることではなくて、一回一回フルマックスで振ってほしいので、とにかく一回振ったらちょっとこう余裕持ってもう一回振るっていう。やっていただければな。で最後にもう一回一番最初の軽い緑で3回振りますっていうのをどん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 続けていくとリミッターが外せるのでヘッドスピードが速くなってきます。でこの器具がない方は、まあ、近くなものでこう軽いものから重いものっていうものを用意してもらって振る練習をしてもらうのがいいのかなと思います。極端に重すぎると振れないので、まあ、ドライバークラブよりちょっと重い感じのものとかをやっていただくといいかなと思います。最近だとこの器具はですね、ミケルソン選手でやったりとかですね、あと日本だと畑岡奈紗選手が使ってたりして結構こう注目浴びてるものです。 TGF にもですね2セットあるのでぜひ使ってみてください。使い方聞いていただければご説明させていただきますので、ぜひぜひちょっと使ってみてください。以上で、フィジカルで飛距離の差をつけろの TGF アカデミー講義を終わらせていただきたいと思います。今回ご紹介した中からこう何か一つでもいいですし全部でもいいですし、まあ、トレーニングに入れていただけたら僕としてはかなり嬉しいですね。それでこう何か飛距離が上がったよとか報告があれば何かこうコメント欄にも残していただけると嬉しいかなと思います。で最後に、僕ら TGF ですね、トータルゴルフフィットネスの広告になってしまうんですが、 TGF ではですね、ゴルフボディチェックというものを行っております。でこれは何かと言いますと、まあ、ゴルフコーチとトレーナーが二人三脚となって、まあ、スキル的な部分にエラーがあるのか体的な部分にエラーがあるのかというところをこういろいろスクリーニングであったりとかチェックとかさせていただいて導き出していくものになります。だし、ね、詳しくはですねこの動画の下の欄にですね説明欄ですね、説明欄に、体験のページに飛べる場所があるので、ぜひそこをクリックさせていただければ、していただければなと思います。で、もう一つがですね、オンラインショップというものがですね、できまして、こちらにはですね、いろんなプログラム、まあ、4週間でできるいろんなプログラムがあります。で、自宅でもできるものなので、かなりいいものとなっております。これも説明欄にですね、直接飛べるものがございますので、興味があったら見てください。何個か無料のものもあったりするので、ぜひそれも見ていただければなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。